イザナギの御事、愛がもたらした代償と戦った神。イザナキとイザナミは、天地開闢の最後に生まれた神よ七よのうちの二人。それ以前の神様は、男女の区別がない一人神であったが、イザナキは尾神、イザナミは女神である。イザナキの木とイザナミの実で君となる。君とは男と女という意味がある。またイザナはイザナウの語源であり、誘い合う男と女を意味する言葉であり、ここから愛が誕生した。それまでの神は永遠であったが、この二人により愛が生まれ、その代償として死を受け入れたのである。愛とは死をも超える存在なのである。荒廃することで、より優秀な子孫を残し、新陳代謝が活発に行われるようになった。それはまるで単細胞生物から多細胞生物に進化した過程と似ている。その二人の物語が古事記で次のように描かれている。イザナキは国生み、神生みにおいて、イザナミとの間に日本国土を形作る多くの子を設けるが、妻が火の神であるカグツチを産んだ時、それが原因で死に至り黄泉の国へ行ってしまう。イザナキは悲しみと怒りのあまりに、その子カグツチを殺してしまう。それでも妻が死んだことを受け入れられなかったイザナキは、黄泉の国まで迎えに行く決心をする。妻がいる小屋までたどり着くと、自分のもとへ戻ってくるよう声をかけた。彼女は、こちらの食べ物を食べたからもう戻れないと答えた。しかし、どうしてもイザナキは諦められない。それでも何とか戻ってきてほしい。どうしても一緒にいたい。すると彼女から、それではこちら側の神様に相談するから、しばらく待っていてほしい。その間、決して中を覗かないと約束してほしいと頼まれた。言われた通りにしばらく待っていたイザナキは、一向に戻ってくる気配がないイザナミが、心変わりしたのではないかと不安に襲われ、約束を破って、中を覗いてしまった。すると、そこには腐敗し、体中にうじが湧いている、変わり果てた妻の姿があった。その姿を見るなり、イザナキは慌てて逃げ出してしまう。約束を破ったことに気づいたイザナミは、激怒して悪魔を放ち、イザナキを追いかける。一方のイザナキも、髪飾りから生まれたブドウ、櫛から生まれたタケノコ、黄泉の境に生えていた桃の実を投げて抵抗し、難を逃れる。最終的には、妻イザナミに追いかけられるが、黄泉の国の出口を大岩で塞ぎ、お前とは離縁すると言い放った。この時のイザナキには、彼女の昇進の気持ちを察するほどの心の余裕はなかった。それよりもあんなに美しかった妻の変わり果てた姿と鬼のような形相におじけづき、愛も一瞬で冷めてしまったのである。彼女はこうなることを予測して約束しておいたにもかかわらず、その約束を破り、自分を正当化しようとするイザナキに怒りも頂点に達し、お前の国の人間を一日千人殺してやると叫んだ。イザナキは、それならば私は一日
1500人産んでやると言い返した。死ぬほど愛し合っていた二人の愛は、こうしてあっけなく終焉を迎える。愛を選び、死を受け入れたにもかかわらず、脆く儚い愛。ボタンの掛け違いから始まり、もつれた糸はもう二度と元に戻ることはなかった。愛は深ければ深いほど良いけれども、深いがゆえに疑い深くなり、つまらる問題を引き起こすものである。一度誤解を招くと、もつれた糸は二度と解けることはない。それが愛の儚さである。